麒麟が来る登場人物、柴田勝家の生涯。皆さんこんにちは。今回は2020年 NHK 大河ドラマ麒麟が来る登場人物紹介シリーズ、織田家重臣柴田勝家についてお話したいと思います。柴田勝家役は安藤政信さん。柴田勝家を演じるのはくっきり二重の大きな目にスッと通った鼻筋が印象的なアラフォー実力派イケメン俳優安藤政信さん。安藤さんは高校時代から芸能活動を開始し、当初は映画を中心に出演、一時期休業されていたようですが、現在では再び映画、ドラマで活躍中です。ちょっと癖の強い人物を演じることが多い演技派で、コードブルーやあなたの番です、最近ではテセウスの船での怪演が話題になりましたね。柴田勝家といえばなんとなくもじゃもじゃで強くて暑苦しいけど根は優しいおっさんというイメージですが、今回は安藤さんの起用により今までになくシュッとした柴田勝家が見られるのではないでしょうか。元は信長の敵だった？柴田勝家は有名な割にその出自がはっきりしていません。一般に尾張の国上屋代城、名古屋市名東区にて城主柴田勝義の子として生まれたと伝わります。青年は大英2年から7年、1522から27年頃、はじめ織田信秀に仕えて徴用され、信秀死後は信長の弟織田信行信勝の家老となりました。一代で重臣に昇格したのですから、武勇はもちろん時勢を読む目と野心もなかなかのものだったのではないでしょうか。信秀亡き後、織田壇上の城家の家督は宇津家の悪評高い嫡男信長が継承、同族の州筋尾張下四郡守護代にして清洲城城主織田大和の神家は、この代替わりを壇上の城家を倒す好機と捉えて挙兵。天文21年1552年、両家は戦となります。勝家は大将格として参陣し、大和の神家の家老をはじめ30騎の首級を挙げるという武功を立て、壇上の城家の勝利に貢献しました。ところが代替わりの直後、壇上の城家中では家老平手正秀が自害して、信長の株は下がる一方、国外に目を向ければ東では三河との国境の土門山口氏が今川へ寝返り、西では後ろ盾だった美濃の斎藤道三が嫡男義達に討たれるなど、信長の周辺はトラブル続き。行儀の悪いうつけ者の信長より弟信行の方が武家の男子らしく折り目正しいと家中の人気も高く、勘十郎様信行こそ家督にふさわしいという声も日に日に高まっていきました。そんな内外の情勢に三郎様では尾張をまとめられそうにないと憂いた勝家、弘治2年1556年、同僚で信長の幼少期からの家老だった名古屋城代林秀貞と共に信行擁立、信長排除を企てました。伊能の戦いで敗北。8月に入り謀反の噂を聞いた信長は、事の真偽を確かめようと自ら名古屋城名古屋市中区を訪れますが、そこで秀貞の弟林道友に暗殺されかかっています。秀貞が代々恩義ある主を殺すのは忍びないと止めたため未遂となったそうですが、織田の書家を平らげようと頑張っていたのに、自分の家老にまでこいつはあかんと思われていたなんて、信長ちょっとかわいそう。その後信行一派は名古屋城から北東に3里ほど、信長の直轄地しのぎ
春日井氏の三郷を占拠。これに対して信長は名古屋城の北の防衛ライン、小田井川、庄内川南岸の名塚、名古屋市西区に砦を築いて牽制します。信行派の勝家が東の末森城、名古屋市千種区から千の兵で、名古屋城からは道友が700の兵で名塚砦で攻め寄せ、信長軍は700の手勢でこれを迎撃。両軍は8月24日砦の南伊能原で激突しました。この頃から戦上手で知られた勝家は兵力差もあって初戦を有利に展開。わずか40人ほどが守備する信長本陣へと迫ります。しかし主を守らんと森吉成、織田信房らが奮戦。信長が怒りの大恩情を張り上げて自ら林道友を討ち取ると形勢は逆転。信行派は450人もの死者を出して大敗し、勝家は降伏しました。この敗戦によって勝家は信長の実力を認めたといいます。信行を見限って信長に寝返り、戦後信長と信行の母ドタ御前の取りなしによって赦免された勝家は秀貞、信行らと共に墨染めの衣を着て清洲城へ御礼権上に上がりました。ところが信行はその後若衆都築蔵人を溺愛して徴用、家老の勝家を軽んじるようになって身を持ち崩していきます。勝家はそんな信行に失望し、翌年再び信行が謀反を企むとこれを信長に密告。信長は病と偽ると見舞いに来た信行を殺害します。勝家はこの寝返りによって信長の家臣として認められ、まだほんの幼子だった信行の遺児宝丸、後の津田信澄の養育を任されましたが、ここから数年の間表立った活躍はありません。桶狭間や美濃攻めなどの大きな戦への参陣の記録も見られず、干されていた、宝丸の養育に専念していたなどと言われ、動向は不明となっています。鬼の権禄ここにあり。永禄11年1568年の足利義昭上洛で、勝家はようやく公式戦再デビューを果たし、その後の信長の戦ほぼ全てに参戦していきます。文字通り粉骨砕身の働きをした勝家は、その勇猛さから鬼の権禄かかれ柴田の異名を取りました。浅井朝倉氏との戦いにおいて長江寺城を守備した時には、朝倉方についた六角吉方によって水の手を断たれるというピンチに見舞われました。この時勝家は六角の患者を欺くためあえて節水はせず、出撃前には城内の水がめを割って城兵を奮起させたといい、亀割柴田とあだ名されたと伝わります。翌年の伊勢長島一向一揆ではしんがりを務めて負傷、旗差し物を奪われるという屈辱を味わいつつも、すぐに近江本願寺方の志村城へと転戦、続く比叡山焼き討ちにも参陣。元亀4年1573年には信長と決裂した足利義昭が近江で挙兵、琵琶湖の南岸今方田と北岸石山に砦を築いて兵を配しましたが、勝家は明智光秀、丹羽長秀、蜂谷頼高らと共にまずは渡航して石山砦を、返す刀で今方田砦を襲撃。義昭一派が一旦退くと、勝家は二条城に籠城した三淵富士秀の説得にあたり開城させています。麒麟ではこのシーン、人情に厚かったという勝家の見せ場となるのではないでしょうか。勝家の武勇はもちろん、この時期の織田家中チームワークをぜひ魅力的に描いてほしいところです。天正3年1575年には越前一向一揆殲滅戦での活躍が認められ、勝家は北陸方面軍司令官に任命されます。越前北の庄城を預かり、
前田利家、佐々成政、不破光晴、佐久間盛政ら、そうそうたるメンツを与力として、加賀一向一揆、越後の上杉謙信らに備えました。手取川の戦いで大敗。天正5年、1577年、越後の龍、上杉謙信が能登の国へ侵攻。能登畠山氏は七尾城、石川県七尾市に籠城しますが、悪化する戦況の中で幼主春王丸が病死、畠山重臣張継貫は三男貫達を信長のもとに派遣し救援を求めました。信長は上杉牽制のため勝家を総大将とする総勢4万からなる援軍を派遣します。ところが北進途中、勝家と羽柴秀吉の意見が合わずに喧嘩。秀吉はなんと信長にも無断で撤収。また七尾城内では内部分裂が起こり、勝家が到着する前に超一族が暴殺されて落城してしまいました。織田の援軍が来ることを知った謙信は、七尾から16から7里ほど南、手取川の北、松東城、白山市に入城します。勝家は手取川を渡り切ってからようやく進軍先の状況を知り、即座に撤退を下知。しかし謙信がみすみす見逃すわけはなく、激しい追撃をかけられてしまいます。結果諸説あるものの、死傷者1000人以上、敵死者も多数となって勝家は大敗しました。しかし半年後には謙信が没し、勝家は天正8年1580年、加賀一向一揆を平定。翌年にはお盾の乱の混乱が続く上杉を尻目に、能登越中にも進出していきます。同じ頃、本願寺との闘争において成果を上げられなかったとして、当時織田家中で最大兵力を任されていた佐久間信盛が追放の浮き目に遭います。勝家は自らの気を読む目と武功、さらにはライバルの失脚によって、押しも押されぬ織田の筆頭家老へと上り詰めました。本能寺の変、秀吉に出し抜かれ。運命の天正10年1582年、勝家は3月から5万の兵を率いて上杉方越中の国魚津城を包囲中でした。上杉景勝からの援軍を待ち続けた魚津城は結局孤立無援のまま、6月3日首相13人ことごとく自陣して落城。その直後、勝家のもとに本能寺の変勃発の一報が入り、光秀謀反、信長王氏の情報はほぼ同時に上杉方の知るところとなります。勝家はすぐに兵を退き北の庄城へ帰ると、大阪の丹羽長秀と連絡を取って、明智光秀討伐のため近江へ出兵する準備に入りました。しかし巻き返しを図る上杉の先導によって国衆の蜂起が起こったため、勝家は越前から動けないまま、勝家の軍がようやく近江へ到着したのは6月18日、羽柴秀吉が山崎の戦いで光秀を撃った5日後のことでした。そして6月末、信長信忠亡き後の織田家後継者について話し合われた清須会議、並み居る重臣を出し抜いて主の敵討ちを果たした秀吉が主導権を握り、信忠の遺志三法師を後継者に押し立てました。丹羽長秀が秀吉を支持したこともあり、勝家は立場を弱めてしまいます。秀吉は不満を募らせる勝家に対して、信長の妹お市との婚儀を整え、秀筋と古参重鎮の婚姻を成立させることで勝家の立場を尊重するポーズを見せます。勝家はお市をめとって、その連れ子茶茶、初、郷の浅井三姉妹と共に越前北の庄へと迎え入れました。同年10月、秀吉は独断で信長の葬儀を大々的に執り行い、明言しないまでも
自分こそが真の後継者であると世間にアピール。勝家はもちろん、信勝、信孝らにも葬儀参加の打診はありませんでした。以来、もともと犬猿の仲だった勝家と秀吉は、さらに対立を深めていきます。賤ヶ岳の戦い、北の庄城落城へ。勝家は信長三男信孝や滝川一益と共に主家を乗っ取らんばかりの秀吉を牽制しようとしますが、信孝は秀吉に攻められてすぐに降伏。翌天正11年1583年正月、今度は滝川一益が北伊勢で挙兵して秀吉と睨み合います。降伏した勝家も雪解けを待って3月北近江へ進軍しました。秀吉は北伊勢に手勢を残し、鬼の権六との決着をつけるべく近江へ転戦。4月両軍は琵琶湖の北端賤ヶ岳砦において激突しました。初戦は佐久間盛政の奮戦によって柴田勢有利となっていましたが、退却命令を無視した盛政の深追いがたたり、橋場方丹羽長秀によって形勢を逆転され、さらには勝家与力前田利家の寝返りにあってしまいます。かつての仲間たちに追い詰められた勝家は越前へと撤退。帰り着いた北の庄城も秀吉軍に包囲されました。覚悟を決めた勝家は娘たちを秀吉に託して城から脱出させます。そして4月24日夕方、我が腹の切り様を見て降格とさせよと声高く叫ぶと、腹を十文字にかっきって自刃。夫人お市や家臣80名も共に自刃し、用意してあった火薬に火がつけられて北の庄城は燃え落ちました。まとめ、麒麟が来るの主人公明智光秀の先輩、あるいは上司という立場だった柴田勝家。はじめは信長を敗そうと敵対しましたが、伊能の戦いをきっかけに寝返り、信長家臣団の重鎮へと上り詰めていきました。鬼と呼ばれる武勇と人情味ある性格で慕われるも、本能寺の変後は羽柴秀吉によって追い落とされていきましたが、賤ヶ岳の戦いでは前田利家に裏切られても決して怒らず、後にこれまでの働きに礼を述べたといいます。お市との夫婦仲も良かったようで、最後に二人の辞世の歌をご紹介しましょう。お市、さらぬだに打ちぬるほども夏の夜の夢路を誘うほととぎすかな。勝家、夏の夜の夢路はかなき後の名を雲いにあげよ山ほととぎす。そうね、ホトトギスが短い夏の夜の夢にいざなっているわ。もう眠る頃合いだよ、と。夏の夜の夢のように儚い私たちだったね。ホトトギスよ、我らが名声を天高くまで連れて行っておくれ。武骨な老将と気高く美しい貴婦人の悲しくも穏やかな愛情と覚悟が感じられます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。